はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の予防大使、ウィズパープキット。今回から新しい応援になります。ということで、今回ね、リクエストがあったのは、まだね、信虎さんね、武田の信虎さんがまだやってないんじゃないのかな、っていうことでですね、やったらどうですかっていうことでね、リクエスト聞きました。いいよっていうことでですね、始めていきたいなと思います。大使はーい。風魔小太郎がね、今回ね、出てきたね。7尺2寸、何センチなんだろう。わからないですけど。じゃあね、信虎さんは、天文の乱にはもう信虎いないよね。多分天文の乱とかやりたいけど、いないね、もうね。多分その頃にはもう、もしかしたらこっちにね、追いやられてんのかもしれない。じゃあね、超級モードのね、確認していこうか。超級モードの確認ね、ちゃんと超級モードになってますね。はい、ということで、じゃあ、始めていこう。信虎さん、ね。この力で、信玄を追い出されたね、信虎さんですね。はい、ということでですね。人の運は天が定めならば、心のままに生を行うこともよかろう。ということですね。はい。海の源氏。巣は迷わず進むべし。天道は我らが頭上にある。あ、巣は迷わず進めし、あ、巣分けと仲いいってことかな、そうするとね。で、敵よりも少ない兵で決戦すると戦闘力が上がる。本気力が上がる。両岸で決戦すると部隊の防御力が上がる。婚姻同盟の勢力が実行している方策の場合は実行に必要な施策力が下がる。婚姻同盟は重要だってことね。信虎は分裂の会を再統一し、武田氏を戦国大名として飛躍させましたが、大胆な外交方針の転換や、まあ軍事政策がね、冷えさせたと言われているってことですね。はい。甲斐武田氏は、まあとりあえずなんかね、名門家甲斐のね、まあ立役者ですね。親善の効果が上がる、朝廷からの使者や来訪しやすくなる。領内の、証券の金銭収益が増えるということですね。はい、多勢力が加勢しにくくなるということですね。はい。ではね、対名情報。闇取引、歩兵速度。ああ、また歩兵速度。あ、農兵精錬ね。いいね。これは楽だ。よかったよかったよかった。3種類もあるね。ね、前回やったのと同じような感じでかなり楽にね、できるかなと思います。軍事多くて、商業少なくて、農業が少なくて、論議が多いっていうね、感じですね。じゃあ、攻めていこうか。ああ、よかったよかったよかった。2連続でね、楽にいけるかなと思います。この志、果たさずに死ねるかよ。たまにね、こういうのもね、挟まないと、厳しいんですよ。ずっとね、領地保全ばかりだとね、本当にね、本当はね、この年代で、あれもやってくれって言われてるんだよね。足利さん。ここじゃないの？ここが足利家ね。やってくれって言われてるんだけど。やるのも構わないんだけどね。だからこれあれでしょ？領地保全でしょ？多分ね。あれ、領地保全だよ、これだしね。めんどくさいんだよな、領地保全。っていうのがありますってことです。ではね、諏訪。あれ、諏訪？これ諏訪じゃないよね。いやいや、諏訪と仲いいんじゃないの？どうも結んでないじゃん。諏訪は、もう、好きに行けって言ってるのにね。歩兵しようか。これ、歩兵が弱いなぁ。はっ。かしこまった。どうしようか。弱いなぁ。でも、まあ、行かなきゃなんないよね。これはいらんわ。いらんわ。で、
茶屋町着くとこ。かしこまりました。茶屋町着くとこ。あ、ここに あったじゃん。そしたら、撤去。宿場町。かしこまった。どっちみち一個潰さないとダメか。かしこまった。じゃあ貯水作って。は。商業か。はっ。はっ。北条かな。北条でここら辺を借りて、こうか。北条行こうか。ちょっと地形、あれ？あったまたまた、そこ行かないとこっち行けんじゃね？こっち行けんじゃね？いけるじゃん、借りなくたって。ああ、高遠家気づかなかった、気づかなかった。この力で、ねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。2300。2300。2800。ついてこい。これあれだよね、歩兵アップはないのかな。あ、歩兵アップあるじゃん。闇取引歩兵アップ。あー、もうこれ最強最強最強。本当に楽だわ。いいわいいわいいわ。商業進めようか。はで、じゃあ、表情じゃない、農業商業配属だね。開発で、カスタム委任で。いいね。撤去がしない。こんな感じで。おかー、よかったよかったよかった。行こう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 。おじゃあ、神殿ね。いいよいいよいいよ。報告いたします。表情、はい、表情で、軍事対名で、商業対名でいいや。闇取引もしたいし、防衛アップもしたいし。こんな感じで。対名ポイントは56。どうだろう。50あれば足りるから、じゃあ軍事と商業の10ポイントずつ残そう。軍事と商業10ポイントずつ。ここまでだ。これ取っちゃうと軍事ゼロになっちゃうからね。あ、山本勘介。いいね、いいね。42歳か。でもずっとね、結構強いんだよね。もともといたんじゃないんだね。もともといたのかと思った。果たさずに死ねるかよ。武田家といえば山本勘介だよね。この志果たさずに死ねるかよ。で取引を行いましょう。で歩兵がもうすぐ行っちゃうよ。まあ、10ヶ月10ヶ月もかんない。とりあえず7000ぐらいにそこか。じゃあサクサク行こうか。今月すごい増えるよ、多分兵ね。進めてこう。確認しとこう。揺るぎません。ありがとうございます。これが器の違いってもんだ。今日後10日。早いね。これ2にしとこうか。交渉。いらん、いらん、いらん。戦争もね、こう結構リンク使ってった方がいいね。絶対勝てるところとか、リンクしときたいね。出陣だ。ほら、もう500ぐらい増えてるもんね。報告いたします。ごめん。早い。確保して700ぐらい回復してったよ。
商業も2にしてるから大丈夫だ。とりあえず商業進めて、はそれから兵糧買わないとね。仰せの通りに。1200、うん、半分買って、かしこまりました。じゃあ進めとこう。腹の底から勝ち時を上げろ。いいね。そしたらさ、部分入場してさ、不安に行こうか。で、合流で集結地点、ここで進め。で、ここから、拾っとこうか。合流集結地点、ここで、兵を山本勘介進め。ね、で、諏訪に行こう。この力でネジ伏せてやろう。細かくちょっと集めてこう。うん、なんかこっちでもよかったけど。行くぜ。なんとなく諏訪好きにせいとかってなんか言ってるのに、諏訪と同盟じゃないんで、これは行っとこうかなと。うん、本来は多分親善して進める感じなのかもしれない。通称は、とりあえずしない。向こうからしたいって言ってきたら、ちょっとやってやるけど。ご命令を。ね、ちょっと、上から目線でいこうかな。は。農業。で、農地の、周囲じゃない。農地の少ないところからね、鍛えていこう。承知いたしました。じゃあ進めていこうかな。あ、兵糧買ってないか。取引を行いましょう。闇取引で今日は偽物。はい、進めていきます。北条とマリアつけね、関係ないね。揺るぎません、指揮取りません。これが器の違いってもんだ。あ、委任だ、委任、委任、委任。うん、したらもうだいぶ溜まってきたかな。兵も溜まってきたね。一旦ね、あれしたいくらいだね。うん。4900。こっちよりも多分勝てるぐらい溜まってはきてるかな。もう少しやろうか。うん。使いの者が来たよ。工場より、うん、まあ通称ぐらいいいでしょう。どうせすぐに。報告いたします。うん。先月の収支です。計りごとならばお任せよ。軍事対名だね。対名取っときたい。39、34、34。これで表情はお開きだ。兵糧減少、これ取って、豊作、ご命令を。あ、農業のやつ取っときゃよかったね。闇取引を使って、この志果たさずに死ねるかよ。じゃあし買おうか。取引を行いましょう。先に商業進めようか。は、取り計らいます。よし、850半分売って仰せの通りに。じゃあこんな感じで、したら一回返さなきゃダメだよね。こっちからまた兵持ってこないと。こっちとかこっちとか行けれないね。ここら辺はさ、あと全部取っちゃいたいね。うん。その間に北条がなんかでかくなるのも厳しいから、北条に行きたい。うん、どうしようか。あ、待った。切れたか。切れたか。出陣だ。委任はダメだね。うん。報告いたします。委任で失敗したね。ご命令を。商業詰めて。承知いたしました。かしこまりました。取引を行いましょう。ここでちょっと売ろうか。ありがとうございました。で、また帰る。
ありがとうございました。で、じゃあ護衛してないね、こっちね。兵が全然増えなかったね。はは、こっちとかはまあいないと増えてるからいいかな。じゃあ進めとこう。ちゃんと見とこう。うん、強行30日。いける。うん。そしたらやっぱこれはさっと行っちゃうしかない。うん。ちょっと北条は、なんとかしてる。ご命令を。商業を進めて。あ、北条の領土か。山内上杉の領土の方がいいね。取引を行いましょう。なんか農業できる？ポイントはないね。ああ、できるか、お金使う方だけだったら。かしこまった。取引を行いましょう。ありがとうございました。ちょっと売って取り計らいます。仰せの通りに。買えなかったか。まあしょうがない、進めとこう。王女と、スタンセン。王女これ、デカくなりすぎだなぁ。行きたいなぁ。うざいから行こうか。あんま、デカくされちゃうと困る。この力で、ねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。でかくなるとあとはめんどくさいからね。ババさんじゃなくてもっと弱い部署いるでしょ。回避だから強いんだけど、まあいいや。進め。で、ドガンゼロ。どっかゼロいたぞ。ここで。ここ行こう。進め。こっちから普通に、小田原5600出してくれる？5600だけど、小田原がちゃんと出てくるんだったらいいけど、出てこないでしょ、多分。玉縄行こうか。玉縄に行って、ここら辺いないの？一緒いるでしょ。ヤマトパンス、これちょっと置いとこうか。星野さんも、こっちの方がいいよ、多分。前進せよ！じゃあ行こうか。うん。じゃあ進めてこう。なんだよ！もう終わりか？これで落としたんで。じゃあ、交渉の達人のこれ、取り行こう。雲野さんに行って。あっと、また、雲野さん？同盟じゃん。行けないじゃん。こっちは、大丈夫か。そう。パスワンには同盟を裏切るわけにはいかないね。この力で、ねじ伏せてやろう。手を貸してやろう。そうね、じゃあこれ上行こう。やってやろうじゃねえか。やってやろうじゃねえか。補助線に任で行こうか。進め。じゃあ進めてこう。報告いたします。先月の収支です。表情、まあ、兵糧的には問題なさそうだね。うん。今回は闇取引10あるから、うん、軍事とあれだね、対面だね。で、対面50ポイント欲しいね。39、34。58いったね、オッケー。これで表情は大きい。軍事と商業10ポイントずつ残そう。農兵徴用。で、農業。ちょっとやって、新商圏進出、これでやっとこうか。ご命令を。じゃあ、闇取引やろう。闇取引やって。この志、
果たさずに死ねるかよ。で、ボヘアップやっとこうか。この志、まだマックスにならないからね、これはね。これで勝負を進む。ヒョロッコ使って。ありがとうございました。あとは、開発はやりたいけど、撤去。撤去、撤去。このぐらいかな。で、歩兵やとこうか。歩兵。じゃあこんな感じで。いいかな？じゃあ進めていこうか。うん。ちょっと長くなるけどね、詰めていこうか。大丈夫、出てこない、出てこない。出てこなきゃこれ取れる。報告いたします。先月の収支です。ゲチよ。よし、いいね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 。いいんじゃない？これもなんとなくやってくれてるね。はい、もう一回進みます。は。取引を行いましょう。ヒョロ買って。ありがとうございました。ちょっと売って、またヒョロ買って。仰せの通りに。で、いいね。うん、歩兵もやってあるんで。じゃあ進めとこうか。うん、こいつはこっち来たら、玉なら来たらね、落とせるし、倒せるし。来たね、来たね。貴様ごとき、我が敵ではない。取れた、取れた、取れた、取れた。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。入場しようか。うん。入場。いいね、いいね、いいね。いいじゃないですか。うん、よかった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 。うん。で、ここ押さえたんで、もう工場は、伸びしろがない。うん、伸びしろを抑えた。うん。あとはこっちから来るって言っても、こっちから来たら、うちらに出せるし、ここ取れなかったわけなんで、自分らが攻めに来たんでね。そんな感じでいいかな。うん。いい感じにできたんじゃないのかな。うん。我らを甘く見た。これも、強行36日。うん。まあ、ここ取れなくても別に問題ない。うん。ねえ、はい。まあ、これ、まあ、あと何日かかるんだよ。どんな攻撃してんの？戦力負荷？なんでこれ攻撃あれなの？負けんの？こんなんで。なんで勝てないの？これ。じゃあ包囲にしててもこれダメだよ。出てくる。じゃあ攻撃でいいか。まあいいや。ちょっと進めとこう。手を貸してやろう。おお。我が領内に敵が迫っております。サトミが来たか。あと何日来る？17日。まあここ落とした後何とかしよう。うん。浅はかなり。報告いたします。まあまあまあなんとかしよう。サトミケバカだお前。ここ取ったらあれだぞ。ここ取ったらもう北条にボコボコにされるぞ。うん。で北条でかく なったからそこ攻めるぞ多分。あと何日？4日で入れるところはないよね多分。4日で入れるところがない。最短でも何日だもんね。まあ、しょうがないね。ということで、じゃあ、商業進めて、ここは進めちゃダメ。商業は。山内。承知、うん。取られちゃうから、で、農業を、やって、取引を行いましょう。はい、1800。で、これちょっと行って、また残りの分の兵糧を買って。はい、ということで、ね、第1話ね、こんなような形でね、伸びしろ、ね、北条の伸びしろ止めたんだけど、ちょっとやばいかなっていうとこだね。まあ、そんなところで過ごしていただきありがとうございました。